まず何文字が好き、あ、喋らし、まず心根を聞く方法を教えるから、なる、何文字が好き、まず言葉的に、まあ、3文字、3文字、はい、一番好きな五十音順の言葉一文字だけ思い浮かべて、はい、思い浮かべました、はい、で次は一番嫌いな一文字思い浮かべ、はい、思い浮かべました、で一番可愛いなって思う五十音順一文字思い浮かべて、はい、それつなげた言葉が心根です、はい、新地新地言われたことをやったんだけど僕は、はい、つなげたら新地、そう、新地なんです、新地ですねってなんだよお前、新地ってのは新しい土地ですね、あ、なるほど、はい、だからお笑いのこと全く知らなかったタケルを俺がお笑いに導いてくれて、はい、新しい土地へ連れてってくれた人物って俺のことを思ってる、はい、はあ、すっごい、なんかこれもなんか企画にできそうですね、なんかアプリでやりませんか、そのディレクター陣とかのその思ってる言葉なんだっていう、言葉なんだっていうね。